先生、我々の今日の時間は無駄だった。そんなことは言いません。帰っておいで。この興奮状態で挑みましょうよ。はい、はい。東北の蝦夷と北海道のアイヌ民族の関わりについて調べている木村さん。どうやらお互いに交易を行い、平泉の奥州藤原氏も関わっていたことが分かったのよね。おお。そして交易ルートを確かめるため、その場所に立ち寄り調査をしたんだけど、よく分からず。ということで、交易や平泉など日本の中世の歴史を研究している先生を訪ねることに。あら、どこに行っちゃったのかしら。今回も兵よろしくね。あ、すいません、すいません。今トイレに行ってたもんですから。あ、こんにちは。あ、こんにちは。失礼します。お邪魔します。どうも、天心木村と申します。あ、どうも。どうです。斉藤先生でよろしいでしょうか。はい。はい、ですね、我々、アイヌ文化と岩手というものの関わりについてですね、いろいろと、調べて回っておりまして、まずこう一つ目に聞きたいのは、交易のルートをいろいろと探っておるわけですが、尻屋崎からその阿妻の方、言うたら苫小牧とか日高山脈が見えて、それを目印に海を渡ってたんだよみたいな、その海のルートっていうのは交易ございました。なかなか難しいと思います。そうなんですか。まあ、近年ね、はい、太平洋の海の道っていうことが注目されるようになって、そこも射程に入りましたけど。へえ。言ったらここから、ずっとこっちに行ってっていうことですよね。はいはい、じゃあそれまではどのルートが言われてたんですか。もっぱら日本海。日本海ルート、はい、それともう一つは外ヶ浜。これは奥大道の終点なんですが、外ヶ浜ですね。はい、先生、はい、奥大道、僕昨日、はい、少しだけ知った言葉でございまして、はい、奥大道っていうのはですね、我々岩手から来てますから、はい、そことのつながりをお聞きしたいんですが、はい、いわゆる奥州街道ですか。中世の、というか古代中世の奥州街道。あ、なるほど。奥州街道って呼ばれ出したのは江戸時代から。江戸時代。じゃあそれまでもずっとその道はあったと。そうですね。やっぱりその、奥州藤原氏とか。はい、奥州藤原氏です。そのあたりのことで藤原氏が整備したんですね。ああ、そうなんですか。ただ藤原氏以前からありますけどね。ああ。で、奥にずっとこう立派な本州の北の果てまでですね。北の果て、それの果てが外ヶ浜、この外ヶ浜ですね。でここから船に乗って、はい、北海道の太平洋の方に行くというのは前から考えられていたんですが、でこっちを使うとすると、はい、平泉から気仙、釜石、大槌、宮古、そして、八戸、この辺ですね、でこのルートがなければ、ここの場所は使いようないんですね。なるほど。このルートで直接北海道を渡ったかどうかはまだまだこれからの課題。ただ間違いなく平泉から山越えをして気仙、陸前高田の、今泉ですが、そこへ出て、南から石巻から来ることもできますけどね、そのルートでずっと日本太平洋側で北上して、でね、これは考古学の人がそういう研究やってますが、小川原湖までは間違いなくルートがあって、あ、そうなんですか。で小川原湖から内陸を通って野辺地に抜けて陸奥湾に入ると、あるいは今の六ヶ所村、この高鉾沼やそういう沼があるところからやはりそこに入って、下北半島を横断して陸奥湾に入る、これは分かってるんです。異物があって、このルートはもうすでに開けてるっていうことが今ようやく分かってきて。だから、昔は平泉から北のルートっていうのはもっぱら奥大道で説明して、そしてその終点がこの外側、そしてそこから船で、この、北海道江戸島ですね、というイメージだったんですが、少なくともここまでは来てますから、ただこっからね、尻屋崎を通ってこっから一気に北海道行ったかどうかは、ただこれからのやっぱり研究課題でしょうね。面白い。
白い、太平洋側のここまではルートあることはもう今はっきりしてましたので、その何が残ってたんですか、そのこの平泉系の遺物、陶磁器です。え、それが出てくるんです、この沼の辺りから、沼の入り口平泉ですか、平泉系、つまり厚み、常滑、あるいは末木、そういったものですね。常滑の壺が厚間に出たありますね。そういうものが今ようやく太平洋側でも出てきて、めっちゃ落としていってますね、その要するに途中の交易の中継地で、ただ従来は平泉とそれからせいぜい奥大道ぐらいだったんですが、うん、つまり交通路ですね、でところが奥大道から分かれる支線、あるいは海の道、あるいはその途中の拠点、そういうのが次々に今考古学の調査で見えてきて、それが今まで分かんなかったのがようやく分かってきたんですね。へえ、その、まあ、平泉ってやっぱり金を財源としてというか、エネルギーとして発展していったというような僕認識なんですけど、金だけじゃないんですね。だけじゃない、はい、あとはどんなものがあって、私はね、平泉の特産物、高能物って言った方がいいですが、はい、3点セットだっていうふうに言ってるんです、はいはいはい、で1つは金ですね、から2つ目は馬、大塩の馬、はい、そして3つ目が北海道の産物、それがワシの羽、ワシの羽なんです。北海道は大ワシの尾羽、ワシの羽、はい、から東北の場合はぬかのぶの春芽っていうんですが、そしてもう1つは金、でこれを全部押さえてるのが大塩藤原氏ってなりますね、はい、じゃあその、まあ、3点セットをですね、はい、中央に送ることによって権力を、まあ、持っていったというか認められていったというかというかね、実質的な支配権、はあ、でそれは何かっていうと、この地域でないと取れないものを、うん、でしかもそれ以前からこれは年貢として中央に送ってる、それが今の3つですが、これを確実に送りますよと、だからこの地域の支配権を私に認めてください、なるほどなるほど、これが戦略なんですね、なるほどなるほど、うん、その戦略において重要なのはその北海道の産物、北海道もないと困る、そうなってきますとですね、はい、中央の、はい、政権というか朝廷というのは、はい、そのワシの羽は北海道のところから来てるもんだというのは知ってたんだ、知ってる、知ってるんです、ね、実は律令国家、つまり奈良時代の段階から、北海道の産物を制度化された貿易で、つまり欧州の、陸奥国の国司ですね、はい、欧州の国府っていうのは北海道の、北海道は律令国家の支配下じゃありませんから、はい、北海道の当時恵比寿と言ったんですが、うん、その人たちと交易をする、はい、でそれを担うのが陸奥神、それが出羽の神、はい、そういうシステムがね、実は律令国家の段階からあったんです、もっと前からあったんですね、あったんです、でそれをより大規模に、そしてもう引き受けて、うん、私に任せればこれは確実に出しますよってやったのが藤原氏なんですね。じゃあまあまあなんかしたたかなところもあったわけですねなぜ奥大道の終点が外側からですねっていうところになったのかというのはどういうことなんでしょうか。要するにこの場所は、北からアイヌっていうか、当時は恵比寿と言われた、いわゆる後のアイヌ民族の人たちです、はい、その人たちもやってくる、南の和人たちもやってくる、いろんな人たちが、交易の拠点というのはもうシルクロードの場合もみんなそうで、いろんな人たちがそこにいて、まあ一種の文明の十字路ですね、そういうところは拠点になりやすいんですね。で外ヶ浜というのはそういう場所なんだと。なるほど、ここの遺跡っていうのは北海道のものも出る、南のものも出る、これ大事なところですね。必然的にそこになったっていうところというわけですね。北海道の人もやっぱり来てるんですね。いわゆるエミシアイヌの人たちは行ったっていうことですか。そこにいた、その証拠がちゃんとあります。じゃあ、まあ、後にこう、まあ、中央の和人と言われる人たちも入ってきて、当然入ってきて交易の場になっていくっていう、はい、その一つ聞いたのはですね、はい、外ヶ浜からこの陸奥湾を渡って、でこの陸奥辺りに入って、でこの尻屋崎からっていうルートもあったんじゃないか説を唱えられる方もおったんですが、そのラインは先生はなさそうですか。尻屋崎に船を止める必要があるのかな。そうか、目印としては多分意味あったと思うんですね。ただそこに船が飛行するような場所あるかしら。いや今日行ってみたっすけど、まあ
今日はまあ穏やかな波でしたけど、多分普段は自然、厳しい自然の中の場所だろうなと思いましたし、そうなってきますと我々今日何時間かかけて尻屋崎行ってですね、こう北海道の方を見ながら、はあ、このルートを行ったんだなっていうふうに思ってきたんですけど先生、我々の今日の時間は無駄だったと。そんなことは言いませんすごい、日高見です。日の高い見。驚きの平かしら。あのですね、そうなってきますとですね、奥州藤原氏は、北海道まで力を及ばしてたのか、それとも単に交易相手だったというぐらいの感じですか。これがね、非常に大事なところで、はい、あの藤原氏のその自己認識では北海道を支配してるつもりなんです。で、今風の言い方で言うと、あの日本国の俗領ですね。でアイヌの北海道の恵比寿の人たち、渡り島の恵比寿って呼ばれたんですけどね。でアイヌっていうのはまた別の次元ですから。ちょっと待ってください。そうなんですか。渡り島の恵比寿って言われたんです。あの恵比寿の人たちっていうのは東北限定ではないんですか。北海道も入ってます。渡り島の恵比寿っていうことは他にも恵比寿って呼ばれるところが、津軽の恵比寿、はい、あの秋田の恵比寿、渡り島の恵比寿。岩手はないんですか。岩手はね、有名なのは北上、北上の国、はあはあ、日本書紀の慶光記っていうのがあって、慶光天皇、はい、でそれは大和尊の御事の、はい、話の中に、はい、こういうふうなことを言ってるんですね。遠い東の恵比寿の恵比寿、はい、の中、東の恵比寿の中に、あの蝦夷と書いて恵比と呼ぶんですけどね、うん、というのがいると、はい、それは恵比寿の中でもとりわけ強いと。でその国の名前を日高見というと。それ今の北上北上のこと。すごい。日高見です。日の高い見、はい、で日高見の大川って出てきます。北上川のこと、はあはあ、で後 の、 あの坂上田村の時代になると、はい、柴村の恵比寿、うん、それから伊沢の恵比寿、はあ、こう出てきますから。それから二叉帯の恵比寿とかね平の恵比寿とか。二叉帯だ。二叉帯も出るし平も出てくるし。平側の平だ。ちょっと待ってください。つまり地域なんですよ。ダメだな、時間が足りないです。ちょっとあのもし可能ならあの先生ちっちゃくしてポケットに入れて持って帰っていいですか。だからあの馬にね、いらっしゃった時は話したんですが、平泉から薩摩の土器が出た、はい、でも確か1個だけかな。あれは明らかに平泉に住む人が薩摩の土器を作るんじゃなくて、はい、北海道の人が交易か何かで来たんでしょうね、はい、平泉から薩摩の土器っても出てるんですか。出てるの1個だけだけど。1個だけ。もう聞きたいことが山ほどあるんですけど、はい、イエスかノーで先生答えてください。坂の上の田村麻呂が征夷大将軍で、まあ、異敵を討つみたいなことで来るというふうな認識だと思うんですけど、その坂の上の田村麻呂たちはまるで鬼を退治しに行くかのような話が残ってるってなった場合、東北のその恵比寿の人たちっていうのは恐れられてたんですか。鬼の退治の話っていうのは抽選になってできる話で、あの田村麻呂さんのあの時代、つまり同時代、あの資料は「食日本儀」と「日本古紀」に出てくるんですが、はい、そこには、あのアテルイさんたちのイメージというのは鬼じゃないんですね。でアテルイだって、あれは玉の君のアテルイ、あるいは大墓の君のアテルイ、岩具の君モレというちゃんとした名前ですが、中世になるとね、これが聞いたことあると思いますが、悪老王になっちゃうわけです。あ、もう鬼になっちゃうんです、はい、まさに調べましたね。悪老王、悪老王にされちゃうんです。でそれを売ったのが田村麻呂っていうね、なるほど、話になっちゃうんです。もう奇怪なものに脚色が入りまくってるわけですね。入りまくりますからね。で本来はそうでなくて、あれはねこんな風に考えられてます、はい、大事なことはね、アテルイさんは玉の君、あるいは大墓の君、アテルイっていうふうに言う、そうするとね、大墓っていうの君っていうのは、君っていうのは地域の首長なんですね、うん、そしてこれは自称は意味がないんで、はい、日本国からお前を大墓っていうところ、玉っていうところの玉ですけどね、ところの首長、君として認めるぞっていうふうに認定があって、初めて大墓の君、玉の君、アテルイって名乗れるんです、はあ、ということはね、アテルイさんもモレさんも一度は律令国家に服属してるんです。最初にそういう服属関係に入れて、はい、でやがて手なずけたなって思うと、はい、その地域に
上作伊沢城とかそういうものを作って、そこから関東地方から大量の和人を入植させて、その地域を和人の地域に改造しちゃうんですね。ちょうど満州に対してやったようにずるいことやるわけです、ね、なるほど。で、うん、その交易、それまではね、服属したとその間には交易やってたんですが、その交易もどちらかっていうと相手の立場を尊重して、向こうにも損にならないように、うん、だんだんとレートを悪くして、なるほど、うん、だから、うん、タメラマロの戦いっていうのはそれで、でタメラマロから言わせれば、あいつらはもう、うん、常に反復つれないと、うん、何かというと陰謀を考えてる、これは打たなきゃって。でもアテリさんに言わせてみれば、そういうふうにさせたのはお前らだろっていうことなんですね、うんうん、ちょっと僕タメラマロに腹立ってきました、ね、だからね、岩手県では、はい、昔は田村丸英雄だったんだけど、はい、今はアテリさんですよね、英雄。なんとなくそういうイメージです。変わりましたよね、はい、昔は田村丸さんが英雄って、そうやって教えられてきたから、でも調べていくとそうじゃないやないかってことになっていた、僕も東北に移住してきてまだ3年目なんですけど、自分も東北の気持ちみたいなのを持ち始めてくるとですね、なんかそのなんていうんですかね、中央政権にこう追いやられていく、でその人たちの DNA がみんな残ってるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、それやっぱ残ってますか先生。地じゃないと私は思ってます。あ、なるほど。この地域に行けば、うん、この地域の人間になるんだと。東北がそういう土地なんだと、いや僕が今一番自分でそう思ってると思いますいや私もそうだ、私も関東の人間なんだけど。あ、そうですか。 ここの地域に40年住んでるとすっかり青森人、つまり東北人になっちゃって、いやいや東北人の気持ちがよくわかる。いや本当におっしゃる通りです先生。僕もなんでこんなに自分が東北人だと思うぐらいまでなるんだろうと思うんですけど、やっぱ土地柄、その土地柄ね、2つあって、1つは風土が大和とは違う、もう1つは虐げられてるせいですね。やっぱりそういう思いがあるんだな、だから自主独立、だから私は平泉についてはそこに気がつくまでちょっと時間かかったんですが、だってあれだって藤原氏ですから、れっきとした藤原氏で、でもやっぱり東北人になって、清平さんは自分がお父さんの父は藤原なんだけども、自分は東夷の遠州、東恵比寿の遠州、府州の上等、つまり蝦夷恵比氏の頭だっていうふうに自己主張するんですね。奥州藤原氏っていうのは私つくづく思うんですが、でどうやったら自分たちの政権を維持できるか、そしてひいては東北の平和を保てるか、もう一生懸命やっぱり外交官が、外交にものすごい巧みです。小国がどうやったら生き残れるかっていうのを奥州藤原氏の歴史見てるとよく分かって。なるほど。我々、今青森にいますが、はい、この後、はい、青森で何を見たらいいですか。はいはい、ぜひ遺跡では、はい、よもぎ田大館遺跡、はい、で先ほど外ヶ浜っていうのは、はい、北海道の人も来る、南から人来る、両者が入り混じってる、そして交通の十字路だ、それをね、もう絵に描いたような遺跡があるんですね。じゃあちょっと行きましょう、よもぎ田大館遺跡、はい、地図も、はい、あ、地図は先生、ありがとうございます。いやもう本当に時間つくていただいたんです、すいません、めちゃくちゃ勉強になりました、ありがとうございました。すごかったっす木村さん。いやちょっとね興奮しましたね、いろんなことで、はい、まあ、情報もいっぱいあったじゃないですか、で見てきたもの聞いてきたものを覆すようなこともあったし、あるいは裏打ちされるようなこともあったから、何とも言えん感情ですけどもね。明日どうします、その遺跡、よもぎ田大館遺跡、はい、はい、そうですね、行きたい。そのアイヌの人たち、そして和人たち、はい、いろんな人たちが交わり合ったところのものを見たいし、うん、ですね、で昨日見た埋葬品とかもつながるじゃないですか、はい、そうですよね。でこの平泉との関係性、はい、平泉がすごかったっていうところ、うん、これは本当に鳥肌立ちましたよね。ね、中央政権とのやり取りとか、はい、その辺を裏付けたい明日ですよね、うん、じゃあ、まあ、まず午前中今、まあ、青森ですか今、はい、そのよもぎ田遺跡をまず見て、ええ、うん、午後
殿、本丸へ行きませんか。我がふるさと岩手へ戻るか。平泉行きますか。行きましょうよ。オッケー、行きましょうよ。アポ取りますから。いや、この鉄は熱いうちに打て、はい、この興奮状態で挑みましょうよ。はい、はい、そろそろ喉が渇きました。じゃあそっちにビールを飲まして差し上げるぞ。変な言葉遣いになったぞ。うん、そっちにもビールを飲むことを許可するぞ。えへえ。うん、そっちはたくさんブラックコーヒーを飲んでいいぞ。この辺りにいよいよ謎が解けるのかしら。おはようございます。おはようございます。すがすがしい朝です。そうですね。今日のロケのスタート場所、はい、なぜここを選んだかというと、はい、北海道から船で渡ってきた気持ちになっていただけるかなと。なるほど、はい、確かにそうですね。こういうところに着いたというか、あ、なんか交流があった場所っていうことでしょうかね。で、我々が行く、これから行くのは、はい、昨日斉藤先生から教えていただいた、はい、そのよもぎだという場所なんですよね、はい、そこから今一番近い海望める場所がこちらになります。あ、そっか。じゃあもう本当にこの辺りに船が着いてっていう場所なんですね。はい、だと思われます。なるほど。何か感じ取られますか。そうですね、気温にすると19度、はい、湿度58%。その感じじゃないと思うんですけど。違うの。風速4メートル、北東の風。ダメだこりゃ。本日の体温36度1分、体調よしっていうところでしょうか。あれ、どうしたの。帰っておいで。ちょっと木村さん、ま、今回はこれから解明されるであろう恵美氏の北方交易ルートだったということね。それから平泉の奥州藤原氏、政権維持や東北の平和について気になるわ。木村さん、よろしくね。次回の天津木村の平和見せろよ。見たいんだよ。ちょっと待ってくださいよ。藤原氏、お楽しみに。